えーどうも、佐々木です。えー、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、もう全然、1月で例年だったらめっちゃくちゃもう雪降ってるはずなのに、全然雪降らないですね。はいえー、今回はですね、えー、このシフトノブを 交換したいと思いますまたシフトノブやるんかと、ね、えもういつまでシフトノブやるんだともう飽きたぞとええ加減決めろよとねそうお思いでしょう、ね、え俺も飽きてきたわもう、うん、いい加減もうシフトノブばっかやってるわ最近まあ多分今回が 多分完結すると思います。うん。というのも、ちょっとね、あのー、いいシフトノブを見つけたんで、ちょっとそれを今回は取り付けていきたいと思います。はい。で、今回用意したのが、このシフトノブですね。はい。これ。えー、クスコのシフトノブですね。アルミっぽい質感ですけども、これジュラコンらしいです。ねえ。 ななかなかいいですね重みもそこそこあって、うん、いい感じですね。で、このシフトノブっていうのは、スバル系の6速マニュアルに対応したシフトノブですね。86BRZ 用っていうことで、クスコから出てる、えー、シフトノブ。はい。これ、中古で880円だったんで買いました。まあ、本当はここに6速っていうふうに、シフトパターンあったんですけども、えー、うちの車6速じゃないんで、これは剥がしました。 でまあ、なんでこれを使うかというと、これですね。はいまあ、決してこれはチェスのあの駒じゃないですからね。はい、86BRZ の純正のリバーストリガー。まあ、よくあの6速の車なんかだとバックするときに、ここの下にこうレバーがついてて、このレバーを引きながらこうギアをガチャッと入れるとバックに入るみたいな、これをねどうしても使いたかったわけですよ。この リバーストリガーを使うためにはこの86用のシフトノブが必要だったとでこう車外のシフトノブをこうつけてしまうとどうしてもここのブーツがガバガバになってしまうんですねこれ引っかかりがないんでこういう感じで長さも違いますんでここの部分がこうシャフトこれがむき出しになってかっこ悪いとブーツ押さえに使ってでこれを使うためにはこの86用の シフトノブが必要になったとこういう感じになるわけなんですけどもえここにこうちょっとこう隙間があるもんですからちょっとグラつくんですねスポンジゴムこのスポンジゴムをえこういう感じにはめてでその上からこのシフトノブを差し込むと、まあ、ちょっとこの組み合わせでえ実際につけてみたいと思いますスポンジゴムをかませた上で。 あそうあのこれネジ切り、スバル系のこのシャフトのネジ山系っていうのは、M12 1.25のピッチですね、はい、でこの車は、えー、以前にこのショートシフト加工したときに、まあ、ちょうど M12 のピッチ1.25でネジ山切ってますんで、まあ、これもね、うーん一度こうレザー張り替えたりなんかして、ちょっと結構手間がかかったシフトノブだったんだけど。 あれ、社外品のリバーストリガーって、こう、アルミ製なんで、なんかこう、夏場とかこう、ね、熱、熱でこう、なんか熱くなるの嫌だったんで、あえて純正のこのプラスチックのやつ。で、なおかつ、ジュラコンのシフトノブと。あれはもう我慢できないんでね。はい。まあ、まあ、つきますよね、普通にね。もうすでにねじ山切ってますんで。 はい着きましたもうこれマーチ専用なんじゃないかっていうくらいもうバッチリこのブーツがぴったりとはまりましたねこれ完璧じゃないですかこれいやこれめっちゃええわ手を置くところにちょうどいい感じにこう収まってもうすんごく操作がしやすいですね いやまあ今回は我ながらになんかいい流用術だったなとうんマウントの位置もちょうどいいですねはいええー、いい感じでございます、はい、ということでまた次回